ブロントテリウムは、死神予末期から、全身予前期に生息した、哺乳類。木、ヒズメメ、ブロントテリウム科。鼻の上に角を持つ大型の草食動物。ブロントテリウム科は、同じ木ヒズメ類である際に似るが、少々遠縁である。学名は、雷の獣の胃。体長約4.3メートル、肩高約2.5メートル、推定体重5トン。 鼻の上に大きく太い Y 字型の角を持つ。これは前頭骨が伸びたもので、サイが持つ体毛が固まった角とは異なる。この角は生存時、表面が皮膚に覆われたキリンなどと同様のおし高音であり、彼らはこの角で儀礼的闘争を行っていたと思われる。比較的大きな頭蓋骨に占める顔面の割合は少ないが脳箱は小さく、 脳が大きかったというわけではない。その葉は硬い草を食べるためには適しておらず、主に柔らかな水辺の植物や、この葉などを食べていたと思われ、原生の際などと同様のニッチを占めていたとされる。肩付近の胸椎からは大きなトゲ突起が伸びており、思いず骸骨を支えるための筋肉の付着点となっていた。数族には空に住み、 嵐の空を駆け巡る巨大な馬についての言い伝えがあった。彼らはロッキー山脈東部のバッドランドから出土する巨大な獣の化石をその馬のものだと考えていた。マーシュはこの伝承にちなみこの生物に雷の獣を意味する名を与えた。北アメリカ大陸に生息。当時活発に噴火を続けたロッキー山脈の麓に群生していたらしく。 集団で火山灰に埋まった状態の化石が発見されている。すべての研究者の同意を得られているわけではないが、2004年に発表された新たな分類によれば、ブロントテリウム属はブロントプス属などとともにメガセロプス属に含まれるとされる。ありがとうございます。